しまいでいく。そう、普通は知らないんですけど、太田さんは知ってはる。知ってたというね、うん、どんだけこの教養があるんだっていう。そうですね。ドリフのコントで見ましたから。あ、なるほど。ドリフ大爆笑。はい、はい、なるほどね。ドリフのファンでございます。あ、なるほどね。トミー・フランシスさんというのはね、はい、なんかイタリア系で、あ、ね、まあ、バケーションとかね、ボーイハントとか、そんな歌。かわいいベイビーもですね。かわいいベイビーはなんと日本だけでしか発売されてない。アメリカでは流通しなかった。なんかそういう、なぜか知りませんけど、はい、でこのサントリーファイブでいうとね、はい、この土曜日にずっと50年できてはる、あのラスカルズリオデラスカルの木村洋一さんというドラムの方が、あ、はい、あのいくつかある必ず歌う歌の中に「フーズ・ソーリー・ナウ」っていうのがあって、はい、なんとこのコニー・フランシスさんの曲だったよね。そうですか。初めて知りましたけども、へえ、はい、ということで、次はキンストじゃなかったっ、次もう一曲ね、その流れでこの曲をしまし、はい、たったそれだけの理由で3曲目に持ってきました。あの元祖センチメンタルジャーニー、ね、元祖で、もともとドリス・デイさんが歌っていたのでございますけども、はい、それでは松本伊代ならぬ、元祖センチメンタルジャーニー、はい、Go on the same.
Thank you.
ましたね、今回ね。はい。